お久しぶりです。女子アナゴルフ部部長の武田和歌子です。やってきました、ようやくこのシーズンがやってきました。2015年の男子ゴルフツアーがいよいよ開幕です。男子ゴルファーならではのあの力強さ、本当に惚れ惚れとしてしまいますよね。去年のマイナビ ABC チャンピオンシップでは小田龍一プロがなんと最終日にはコースレコードタイのスコアで優勝を決めました。今でも目をつぶるとあの歓喜のシーンが目の前に蘇ってくるような気がしてきますね。そんな小田龍一プロの笑顔を、私たちも少しでもそのパワーをもらえるように、今年の10月29日から開幕しますマイナビ ABC チャンピオンシップに向けて盛り上げていきますよ。今日は本当なら外で撮影をするはずだったんですが、私持ってないですね。残念ながら雨で ABC の廊下で撮影をしております。何ですか？あ、ABC の女子アナゴルフ部は今年はどんな活動をするんですか？はい、今年も ABC 女子アナゴルフ部は全員でゴルフ界に少しでも力を添えられるべく、いろんな活動をしていきますよ。そして今年は何よりも新入部員獲得を目指しまして、私今鋭意動いているところです。何でも2年目のヒロド歩美アナウンサーがですね、かなりできる腕前らしいと、もう100も切ってるとかいう噂を聞きまして、これは超強力新戦力だということで今熱烈勧誘中です。きっと入ってくれるといいんですけどね。まあなんとかしてみせましょう。さあ、女子ゴルフで言いますと、昨年 ABC ゴルフクラブで行われました LPGA ステップアップツアーの初めての大会 ABC レディース、初代王者に輝きました堀琴音プロが、私の武田和歌子のピタッとラジオの番組にも出演してくれました。とっても可愛らしい王者で、いや、もう心から大ファンになってしまうような、そんな明るくて可愛い選手でした。今年はまたこの大会が新たなステップへと刻み込まれていくんですよ。日本臓器製薬さんの、ご協力のもと、日本臓器製薬レディース ABC 杯と名前を新たに変えまして、今年も開催されます ABC ゴルフクラブで7月の1日と2日、女子ゴルファーたちの熱い戦いが今年も繰り広げられます。次なる王者、一体誰なのか。この瞬間も私たち ABC 女性アナウンサー陣でとことん応援していきたいと思っていますよ。私も本当にゴルフもっとやらなきゃダメです。やりたいな。あの綺麗な芝生と朝一番の空気はもう何者にも変えられません。そして ABC 女性アナウンサー陣のプライベートゴルフの様子やトッププロのインタビューなど、この ABC 女子アナゴルフ部のコーナーでこれからもドーンとお送りしてまいります。どうぞご期待ください。部長でした。